お疲れ様です。ラットです。今日はですね、ラムライダーですね。ラムライダー使って、まあ、やっていこうと思います。で、まあ、このデッキなんですけど、まあ、ラムライダーと、あとはフリーズですね。ここ。なんか、フリーズ、最近なかったんだけど、加工されてね。けど、なんか、使ってみたら、普通になんか強かったです。加工受けたんだけど、まあ、なんだかんだやっぱ強い。プラス、まあ、ラムライダーとの相性がいいっすね。はい、なんで、まあ、このデッキですね。で、今日もやっていくんですけど、まあ、ラムが12なんですけど、僕、12なんだけど、普通になんかマルチで余裕で使いましたね。この辺ちょい負けたんですけど、ここだ。けど、なんか言うてこの辺もう6連勝ぐらいして無双しましたね。はい、なんで、まあ、ラム12でも結局強いんで、まあ、だって普通にまあ、ブラチレだとレベル統一されますんで、まあ、余裕かなと思います。はい。ってなわけで。まあ、やっていきますね。で、まあ、なんだろうな。もう、ラムライダーしとけば。たわ、俺はしないけど、まあ、ランバー、ラムライダーして、まあ、あとは、まあ、フリーズかけれるならフリーズ。相手が施設とか、まあ、ユニットいるならポイズンかけとけば、まあ、結構、それだけで刺さります。で、防衛は、このデッキ、結構やりやすいデッキなんで、ハンターもあるし、ランバーもあるし、ラムライダーもあるしみたいな。防衛が結構優れてるんでね。困ったらフリーズ防衛もあるんで。はい、なんで、まあ、しっかり丁寧に守って、まあ、そこからカウンターつなげれば、すごい楽に勝てるんじゃないかなと思います。はい。で、今相手ポイズン割いたんで、これ。ここで一気に攻めていきます。なるほど。でも、ラムライダー入りますね。もうこの突進一発入れば、ま、十分みたいなところはありますね。一発今ね、多分一発だけだから、それしか与えてなくても、460ぐらい。240か。入ってるんで、突進で。オッケーですね。あ、待って。それはちょっとやった。言うなら、こういう突進とか、細かいところも、受けないようにね、アイゴレを1の位置とか、しっかりやるのは大事ですね。おいしい、おいしい。これでダメージ稼げるのはマジでおいしい。これ一応まあ、ロリーババ、いりますね。オッケー。これで止まる。はい。強い。防衛が強いデッキですね。今、エレキ、ケツからで、まあ、ガゴとザップあるから、後ろからゆっくり展開。まあ、これはラム飛ばしてもいいですね。飛ばすか。飛ばそう。で、ガゴ来たらフリーズしよう。カモン。ペックだ。これフリーズします。気持ちね。しなくてもいいか。でも別に知ってもいいや。はい。そうすると、まあ、この間にガゴが結構殴ってペックを処理してくれてるんで、ここがやりやすいですね。ここ逆サイモンつって、OK。で、これはしっかりハンターで抑えます。で、ハンターだけだと多分、あはは、壊せた。危ないですね。で、これに、このままラムライダーでカウンターいきます。で、もうフリーズできそうならやるんですけど、多分コストが間に合わないか。てか、え？相手のこのエレキ美味しくね。バイバーイ。OK。で、まあ最悪ってかもう、普通にラムプラスのポイズン繰り返してもいいし、ラムプラスのフリーズでゴリゴリでいってもいいし、みたいな感じはありますね。OK。これも勝ったっすね。ここで、これまあ守るでしょ。今相手じゃポイズン打ったから、これにラムで、ペックがギリ回るけど、回ったとって、もう遅いですよと。はい。まあ、強いですね。まあ、これフリーズがただただ強いのと、ラムライダーはそこまで活躍してないか、今回。いや、マジで弱いと思ったんですよね、僕。実質、まあ、めちゃくちゃ強いわけではないと思うんですよ。けど、なんかラムライダー最近すごい増えてて、やっぱ、なんだかんだ強いっていう。ごめんなさいって感じですね。今までめちゃめちゃバカにしてたこのカード。はい。というわけで、次。で、どうしようかな。ラムライダーとかを初手に飛ばすのは5コスなんでヤンチーですね。てか、ラムライダー、あれなんですよ。トルネでキングに据えるらしいんですけど、そのタイミングが結構むずい。むずいんですよ。僕も、そんな的確に毎回キングに今据えるわけじゃないんですけど、なんだろうな、まあ、突進受けてからトルネで吸うみたいなんですけど、結構それがむずいみたいですね。なんで、相手がトルネでラムライダー防衛してくるんですけど、結局キングに吸えず、大ダメージ入るみたいなことはよくあるんですよね。
それありがたいですね。よいしょ。これもあの、攻めます。ちょっともう。オッケー。もうこれで、これでメガゴ溶かして。あ、オッケーオッケーオッケー。これで攻めつつ、しかも防衛ができてるっていう。やばくないですか？オッケー。ゲロ一発入んない。で、これは、アイゴレでいいかな。グッドゲームですね。これ、ロイジャインマジで相性いいんですよね、これ。ロイ。なんか結構いるけど、ハンターもランバーもいるし、フリーズで守れるし、オーブンはポイズンで壊せば、ラムライダー絶対通るんで、強いですね。まあ、オーブン置かれるかな、多分ここで。そうですね。2体目のファイスピにかかるタイミングのポイズンでいくと、多分このオーブン完封できます。今のオーブンのタイミング多分完璧ですね。で、これに、ちょっと早かったのか。もうワンテンポ、もう 0. 数秒遅めのポイズンにしとくと、このファイスピも入ってなかったですね。でもここで、あのランバー出しちゃうとライトニングだった時にボコボコのボコにされちゃうんで、一回待ちますね。てかラムライダーでいいや。このいいところラムでいい。ほら、これでロイジャー今止まっててダメージが入らない。おい、やばくない？やばくない？今のだって、今のランバー出してたら、まあハンタードランバーが両方ライトニングで飛ばされてたんでね、まあ、よくないですけど、まあ、ラムライダーがあることによって今のやばいっすよね。今ので完封っすよ。完封、まあ、ライトニングぐらい。これちょっと間開けてラム出さないとあのライティングされますね。でこれはオーブンかな。はい、なんで、まあ、ポイズン打っときますか、まあ、ポイズン削りですね。ポイズンプラスの、まあ、あの周りで、え、やばもうやばくない？やばいしか言えないけどさ、こう見たらだってマジで強く見えるくないですか、ラムライダー。強いと思いたくはないんですけどね。なんかね、あのロイジャイ止めたりとかもやばいですし、普通にチートレベルだと思いますね。よいしょ。ここはラムあとポイズン削りですね。これポイズンプラスのラムの殴るのでメガゴどっか行くし、これメガゴ殴れないんで僕を。オッケー。大体もう守ることで精一杯で攻めにはつなげられないってことで、ぽいって感じですね。さすがにもう負けないですね。これでラムライダー飛ばして、多分、あ、やばい。けど相手もやばくない？これだって入るくね。おい、あ、惜しい。あ、でもこれロイジャイが永遠に止まってる。やばいよね、やばいよこれ。びっくりしてる今。強かったっけ。これでポイズンとフリーズで多分ギリ落ちから。わーいとくれ。あ、諦めたん。34。34。オーニャー！ GG。やばいっすね。ロイジャイ、ここまでかもーなんて言っけ、多分本当に言っても一番ですね。ペッカも、あの、ロイに、そこまで良くないんですよ。ペッカ、あの、ロイが縦線型とかランバー型とかいろいろあるんですけど、普通に縦線型だと、逆にロイジャイの方が有利まであるんですよね。だから、あの、なんか、最近のテンプレのロイジャイどうやって勝つのっていう、ロイジャイ最強じゃねみたいな、ちょいちょい言われるんですけど、最強いましたね。こいつです。こいつです。マジで。僕、この人、チートおばさんって呼んでるんですけど、ラムライダーだって、なんか、おばさんみたいじゃないですか。失礼かな。なんか、そう、この人、僕は、チートおばさんと思ってるんで、OK。うわー、いいですね。これでハードカウントいきたいですけど、あー、そうきたか。ちょっとあれですね、対空僕が先すぎたことによってちょっと困ってるんですけど、ここでラムライダー登場で、フリーズワンチャンスね、ある。フリーズしてこれ全部残って OKOK。 しかもディガーも多分ラムライダーに近づけないんですよね、これ。 OK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 。 あー、まあこれランバーが先に前にいたらもっとダメージ入ってたんですけど、まあ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 、逆さ行きたいな、ラバと。めちゃくちゃ笑ってくるよ。逆さ行きたいですけど、まあラバに対してハンターだけは合わしたいですね。あと、残りを逆さ攻めたいけど、何がいた？インドラか。インドラベビドラ。インドラベビドラ。ディガー。じゃあ気持ちランバー出して、ベビドラいるからガゴは出さないでしょ。おいしい。これめちゃくちゃおいしいですね。あー、やばい。これはポイズンで全処理します。
で、これロリババで一応ターゲットなんか取りたい。これザップされるかもしんない。で、一応蓋して OK。 あーで、ここを攻めたいんですけどカウンターできないですね。なんで、まあ、ラバ展開された瞬間にランバーラムライダーでこっちはフルグップしたいですね。で、この絶対ラバ展開されるんで、もうそれ読みのランバープラスのラムライダーで、おー逆君ら前と後ろ逆で、ここでフリーザーもったいないんでさすがにしないですね。てか防衛でしたい。でフリーズいらなくても落ちるわ、これ。OK ですね。で、これ、アイゴレ、こっちでベビドラ止めて、OK。で、ワンチャンもうここでラムで攻めるみたいなとこもある。で、ポイズン打って、OK。OK。あ、止まんな。ラムライダーが余計なことしてる。で、まあ、これフリーズ打って、多分、OK。全部守れる。フリーズイズゴッドですね、これ。皆さん。また一周回ってフリーズ環境みたいなのがありますよ。一応これランバー飛ばしておけば相手防衛しないといけないでしょ。てかまあポイズンで終わりですけど。オーケーグッディ。余裕ですね。ランバーがもうぶっ壊れレベルで強いのに。っていうのはすごい思いますね。はい。てなわけですね。マジで。このデッキ。なんかここのフリーズ型が言うのもあるんですよね。多分それ剣通が使ってたんですけど。まあ、僕は結構フリーズある方が防衛でも使えるし、攻めでも使えるし、不意打ちできるし、なんかまあ、ね、フリーズだけで一気に弾を落とせたりもあるんで、それ僕はフリーズ型の方がおすすめです。はい。なんで、まあ、よければね、この方のラムライダー、普通に使いやすい&強いと思うんで、ぜひ、使ってみてください。というわけで、終わりにしたいと思います。よければ、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。